はい、どうも、ガッパ園長です。じゃあ、この動画ではね、政治家と、警察かなの動きを順番にちょっと見ていく感じになりますかね。まず、この安倍元総理、死去を受けて、麻生さん、麻生太郎氏が、もうちょっとかなりこの憔悴してね、やばい、状況らしくて、まあ、やっぱりショックだったんでしょうね。まあ、安倍総理、ね、麻生副総理兼財務大臣っていう時代が長かったですからね。確かにね、この安倍元総理麻生太郎ってこのね、この画像検索とかこのググったりするとたくさん画像出てくるんですよ。まあ僕もこの動画でね、何度もいろいろこのいろんなこの安倍さんと麻生さんのなんだろう、そのコラも含めてね、なんか楽しそうなこの二人でこの笑顔を浮かべてる、まあそこになんかもう菅さんが加わってたりとか、まあいろんなバージョンがあるんでね、まあ興味ある人はね、自身でググって見てみてほしいですし、まあ僕のこのチャンネル動画を応援していただいた方はね、なんとなくこのサムネの画像とかにこの使ってね、うん、まあとある半島のあの国を絡めたね、うん、なわけねえだろうみたいなさ、スワップだってみたいな、そういう感じでさ、ね、なんかその吹き出し追加してなんかこの面白おかしく使わせていただいたりとかもしたんでね、覚えてらっしゃる方も多いと思いますけども、まあ、なんだろう、セットって言ったらちょっと違うんですけどもね、この安倍さんと、まあ、麻生さんのなんかこの掛け合いみたいな、なんかそういうのをなんかこの連想させるような、まあいや、その場にいたわけじゃないんでね、実際にどんな会話交わしていたかそんなのは知りませんよ、ね、わかんないですけどもね、ちょっとふざけすぎじゃねっていうぐらいなんかね、この大笑いしてたりする。うん。ね、なんか愛はないのか、あるわけねえだろうみたいな結構有名なさ、ね、そういうのあるじゃないですか。うん。まあそんなのもう見れないのかと思うとね、うん。また寂しくなりますよね。だ麻生さん的にはさ、だって麻生さんの方がね、目上じゃないですか。だからまあ、もしかしたらですよ、ね、なんで俺より先にって思ったかもしれないですよね。うん。で、まあなんか複数関係者によると、このやっぱり積年のね、この盟友関係にある、まあ、麻生太郎自民党副総裁はね、まあもう知らせを受けて、ひどいなと言ったっきり、ね、押し黙ったと。で、その後ね、実際に亡くなったっていう秘宝に接してね、まさかいきなりすぎるだろうと、がっくり肩を落としたそうですね。で、まあその眉間にね深いシワをね、寄せたまま刻んだまま、まあ、党本部をね、後にするね、麻生さんの姿がね、確認されてたそうですね。あと他には思想心情が近いこの高市早苗政調会長ももうショックで悔しくて言い表せないぐらいの怒りを覚えていると。まあ、胸中をね、晒して、連立政権でカウンターパートを務めたこの山口代表も、安倍氏は外交面で抜群のセンスがあった。政界にとって大きな損失だと、まあ、嘆いていたそうですね。うん。でも、そんな中ですよ。まあ、ね、その必勝を期して、まあ、今日投票日ですけども、次の日ね、うん、自民党の議員の方々はね、実際にこの候補者の方も、ね、この応援に駆けつける、ね、この現職のこの議員の方も、そりゃ、まあ、なんだろう、弔い合戦っていう言い方がね、適当かどうかは分かりませんが、それは奮起してね、うん、まあ、じゃあそれまで適当にやってたのかよっていうと、またそれもなんかおかしなことですけども、まあ、やっぱり流れとしてはね、うん。しょんぼりしたまんまでいいわけはないですからね。うん。で、例えば、この生稲さんが、この立川で、まあ、演説会でね、とんでもない数のなんか聴衆がね、なんかもう、沿道とかなんかもう周りをこの埋め尽くすぐらいの勢いでね、うん。まあ、昨日もね、お伝えしましたけど、誰かが言ってたように、ね、自民党にこの追い風、ね、うん、選挙でこの有利に働くみたいな、ね、なんかそういうこの懸念みたいな、ね、もう難癖に近いようなね、うん、結果としてそうだったとしても、ね、それはこの安倍さんのこの人徳、それまでのこの積み重ねっていうのがあったからこそであって、ね、うん、それをこの外野がブー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 言うことじゃねえだろうって、まあ、その時ね、まあそう思いましたし、今もそう思ってますけども。で、
まあなんかこの黙祷、うん、冒頭なんかこのね安倍晋三元総理に対して、まあ、黙祷を捧げましたと。最終街頭演説会は銀座でやられたのかな、生稲さんは、うん、でねこの時にね、うん、令和新選組山本太郎さんをねすぐそばでね、うん、嫌がらせをしたんだって。ギャンギャギャンギャねわめき散らして、頭おかしいよな本当あいつら本当、ね、マジで。でそれをこう見ていたこの萩生田さんがね、うん、さすがにキレたらしいですよね、うん、そらそうだろうと、うん、わきまえろっつうんだよな、うん、いややっぱりねことごとくねことごとくやっぱりこの反日勢このパヨった連中って人外の下道ですよね、どいつもこいつも、うん。であとこの立憲のこの辻元さん、ね、辻元さんもなんかこうトンチンカンなこと言い出すんですよね。この暴力、ね、この銃撃自体には、ね、この激しい怒りみたいな、ね、この否定する非難する、うん、コメントなんですけども、だんだんなんかおかしなことになるんですよね、うん、なんかこのヘイトスピーチに激しい怒りみたいな、うん、いやこの容疑者にだから容疑者をこの擁護するかのような、そういうなんかわけのわからん内容になってるんですよね、うん、えどう考えてもこのね安倍さんの命を奪った容疑者になんかそういうこの擁護的なこの言葉をかける要素なんてどこにもないと思うんですけども、ただねマスコミもなんかこの宗教の話とかお母さんの話とかし始めてるんで、なんかそっちの方向に転がそうとしているかのような、なんかそういう嫌な雰囲気はまあもう見えてきてるんですけどもね。で、まあ、辻元さんはこんな風に言っていて、ネット上で偏見に基づいたデマや憶測、容疑者の出自ここね、うん、属性に関するヘイトスピーチが流れている、激しい怒りが込み上げていますと。そこじゃねえだろって思うんですけどね、容疑者が命を奪った、ね、この銃で命を奪った人一人亡くなっていることへの怒りの声じゃないのあらゆる暴力やヘイトに強く強く反対しますと、ある意味これもう正体さらしてるようなもんなんですよね、うん、だってほら統一教会にも一切言及ね、うん、だから逆に言えばもうねこの統一教会云々に言及するなって言ってるようなもんですよ辻元さんがね、うん、いやもうこれもうがっつりメス入れてもうかっさばいかっぱいてさ、ね、洗いざらい、まあ多分できないと思いますけども、うん、っていうぐらいやらなきゃなんか分かりやすいですよね。すぐこうやって正体さらしてくれるんで、ね。知りたくもないですけども、はっきり言って。で、今度はなんか、おまわりさんたちの動きですかね。これも多分ニュース見てご覧になったあなたもご存知だと思いますけども。まあ、もう、変な話、奈良県、県警本部長、ね、首飛ぶ勢いの大失態ですよね。うん。で、まあ、この本部長もね、うん、この当日の、この安倍元首相の、この警備、警護計画を承認した。だからまあ、ゴーサイン出した。ね、最終的な、この責任者でしょ？本部長って。まあ、27年余りの警察官人生で、最大のって、ね、うん、自分のキャリアの話なんかどうでもいいよ。うん。で、ここでね、ちょっとびっくりしたんですけど、まあ、この SP の人がね、この結構、なんだろう、ピックアップというか、クローズアップされてますけども、給料安いんですってね、SP の人。なんか年収で400万ぐらいみたいな。うん。だからしゃあねえ、命張れねえとか、そういう話にはならないと思うんですけども。でね、この訓練、どんな訓練してたんだっていう話があって、なんか警察が、これどうなんだろう、全国、どこのおまわりさんも一緒かどうかはわかんないですけども、おおむね一緒かな。訓練でね、この相手がなんかこの凶器、銃を持っている。そういう凶悪犯に対する対処も訓練するんですけども、ね、おい、やべえ！やべ、食らえ！みたいな。なんかそういうこの、犯人がな、犯人が、その対象者に呼びかけた。なんか叫んで発砲するっていう想定で訓練してたんだって。だからいきなり銃撃っていうパターンには対処できなかったっていうことをね、そんなのある？今時。おいやべえとかってやらないだろう、うん、まあもしここに書かれてることが本当だとしたら、うん、もうちょっとなんかよく考えて訓練してほしいですよね。だからなんか銃で撃たれる、ね、銃撃っていう想定の訓練はあるんだけども、いきなり銃を取り出して、ね撃ってくるっていう想定ではなかったっていう、
なんか言い訳にしちゃなんかみっともないっていうかさ、うん、ねえ、その戦国時代、戦国時代じゃないや、もっと前か、ねえ、やーやーやー我こそはみたいな、名乗ってからなんてあるわけがないだろう。なんかもうちょっとしっかりしてもらいたいっすよね。うん、だからまあ今後ね、これからね、にもうだから再発防止をね徹底してほしいっすよね。うん、いや絶対やんなきゃダメですよ。うん、このままだったらもう本当ね、やりたい放題やられるだけじゃないですか。うん、むちゃくちゃですよね。うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。